はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ゴンゲンです。それではファンタシースターの実況の続きをしていこうと思います。前回はですね、ここトノエの村でね、情報収集をしまして、アルシュリンがねこの村にあるということなんですけれども今までね一緒に旅をしてきた、スレイとねここではお別れしまして、代わりにねモタビアンのパイクですね、パイク彼がね、仲間になりました。それでまた実況会でねレベル上げをしまして、パイクのレベルが、10ですね。ライラ、ルディ、ハーンがそれぞれ1ぐらいずつ上がったのかな。まあそんな感じだと思います。でまあ前回はねちょっとあんまりストーリーが進みませんでしたので、まあ、今回はね、まずアルシュリンを取りに行ってね、まあストーリーをねちょっと進めたいなーなんて思ってるんですが、まあ、ここら辺の敵とねずっと戦ってまして、まあ、結構ね強くなりすぎたっていう感じもしないでもないんですが、宝箱は、100メセタ、安いですね。エイブフロッグとトードストール、ですね、まあ普通にマクロでねオート戦闘、自動戦闘オートでね戦っても全然大丈夫ですね。あ、それとですね、まあレベル上げをしてる時にですね、まあさっきみたいにね結構敵からアイテムを拾ったんですけれども、ほとんどがキュアパラライズでしたので、道具の整理はね、実況外で済ましてあります。1ページ分ね、丸々こう、キュアパラライズになったような感じでしたね。すでにね、ものすごい数を持ってるんですが、この2ページ目のね、ウィンドウが全部キュアパラライズで、埋まっちゃいましたからね。さすがにそんなに使いませんのでね、ちょっと、アイテムの整理はしてあります。たまにはちょっとこんな感じでやりましょうか。エイブロクロンはねちょっと強いですね。おお、舐められたまあそれでもまあ1ターンぐらいで倒せるので、まあ比較的楽ですね。でまあある程度ねちょっとロケハンはしてしまったんですけれども、宝箱の大体の位置ぐらいですね、そこまではちょっと実況外でうろうろしました。またキュアパラライズですね。結構落とすんですよね。結構落とす割にはね、麻痺になるってことがあんまりないので、まあ、結構ね、お小遣い稼ぎにはなってますね。ここのフロアは2つ宝箱があったような気がします。で、ネズミがいるんですけどね。ネズミは特に調べても何もないですね。500メセタ、これはちょっと強そうだな。パイクはトードストールで、ハーンがエイブロックと、これで倒せないかお、結構パイクが食らってますね。よし。あ、それと、あと、ちょっとね、隊列を変えまして、ハーンをね、一番後ろに下げてあります。まあ、パイクの方がね、ヒットポイントも、防御力もね、高いので、パイクを3番目にして、ハーンをね、一番後ろですね。で、ルディとライラのね、この戦闘と、どうしようかなと思ってるんですけれども、まあ、物語のね、こう、
役割上ライラがね一応ルディの師匠ですから、まあ、ライラをねしばらく先頭にしたいなと思います。意外に痛いですね、トードフロ、トードなんとかちょっと回復しましょうかね。ハーン、パイク、ハーンも意外に食らってますね。よし、ここは宝箱はない。まあ、マクロでねずっと戦いますと敵の指定ができないと言いますかね、誰がどれを倒すっていうのがね指定できないので、そこがちょっとね不便なところなんですけれども、うん、まあ楽は楽ですね。あった、アンティポイズン。アンティポイズンもねあんまりいらないような気がするんですよね。結構敵出ますね、1、16、結構食らいますね。よし、ここはない。あれ、このフロアもね宝箱が2つあったんですけれども、こんな感じかな。ハーンがね一撃で倒せればいいんですが、ちょっと無理か。あとは全員戦うでいいでしょう。こっちかな。結構敵出ますね。レベル上げをねしたいなーって思ってる時はあんまりエンカウントしなくて、ストーリーを進めたいなーって思ってるとやたら敵と遭遇するっていうのはね結構ありますよね。で、ライラがね、レベルアップですね。お、ギフォイエ。フォイエのテクニックの上級バージョンですね。で、チタンクラウン。チタンクラウンは、あ、装備してないですね。じゃあ装備しましょう。うん、これで OK です。こっちは何もないかな。で、下に下がって右かな。うーん、どうしよう、違うな。こんな感じですかね。お、強い、いいですね。下に下がって右、これでライラがブロップを一撃で倒せるとナイス。無理か。おお、結構食らいますね。下に下がって右と。お、しかしよく敵と遭遇しますね。ふう、ここまではね、実況外で来たんですけれども、ここはどうするんだろう。扉がありますね。どうしましょう、戦いましょうかそういえばテクニックとかねあんまり使わないですね。使った方が実況的にはいいんでしょうが、扉は固く閉ざされている、開かないんですね。こっちから行くのかな。ヒットポイントは、ハーンがちょっと怪しいですね。よし、こっちからぐるっと回って宝箱を取ると。
じゃあちょっと、使ってみましょうかね。ギフォイエ。ルディはいいかな。パイクもいいでしょう。こんな感じで。123。強いですね。でですね、フォイエとザンで、ファイアーストームがね、放てるんですけれども、ギフォイエにした方がやっぱり威力が上がるんですかね。まあ、そこら辺がね、ちょっとよく分かってないんですけれども、あれ？宝箱が開いてますね。すでに開けられている。ん？迷いのオカリナ。アルシュリン。あ、アルシュリン手に入れましたね。よし。これがアルシュリン。さあ、早くゼマに戻ってみんなを助けましょう。なあ、俺も付き合わせてくれないかな。俺は自分の村をジオにやられた。父も母も守りきれなかった。そうなんですよね。どうしても敵が撃ちたいんだ。ちょっと待ってよ、パイク。僕ら別にジオを倒すために旅してるんじゃないんだよ。最初、あんたらといた背の高いのが何やら言っていたじゃないか。スレイのことですね。あれは、あいつが勝手に。どの道、この村でいつまでも腐っているわけにはいかない。ダメだと言ってもついていく。パイク。まあいいじゃない、ルディ。パイクがいてくれて助かってるし、確かにね。この先どうなるかなんて誰も分かりゃしないんだし。よし、じゃあ改めてよろしくな。いいから早く行きましょうよ。はんめ。じゃあ目的をね、達成しましたので、ゼマにね、戻りましょうか。それでまあせっかくね、アイテムを手に入れましたので、迷いのオカリナを使って出ましょう。ここはどうしましょうかね。一回止まって、それでゼマの村にね、行きましょうかね。ちなみに、あれ、妹さんは？私、モルカムに住んでたのよ、と。同じですね。特にセリフが変わるわけではなさそうですね。変わらないですね。それではですね、ゼマに行く前に、まあ、ちょっと宿屋に泊まりまして、ちょっとね、アイテムを買いましょう。あれ、道具屋さん。旅のオカリナ、旅のオカリナを2つぐらい買っておいて、旅のオカリナ。ちなみにアルシュリンは？調べる。石にされた肉体を元に戻すことができる飛躍と。あ、そっか。ちょっとアイテムを売りましょう。キュアパラライズと、アンティポイズンと、カーボンクラウン。よし。で、ゼマに行く前にですね、ちょっとパイクのね、生まれ故郷の、モルカムにね、寄ってみたいと思います。なんかイベント入るかな？特に入らないかな？特に入らないみたいですね。そっか。相談をすると、ようやくアルシュリンが手に入ったわね。早くゼマに行って教授たちを助けましょうよ。ついていく。ついてく。パイク。そっか。特にイベントないですね。なんかあると思ったんですけど、ありませんでした。じゃあね。旅のオカリナでゼマ。で、到着と。イベント発生。すごい。治ってく。
ああ、よかった。お、ホルト教授も、いつの間に。お、いや、ハーンではないか。いや、ここはすごいところだぞ。先文明の、先文明、先文明、先文明かな。先文明の遺産がゴロゴロしとる。ちょうどいい。お前も。ホルト教授、何言ってるん、何言ってんです。あなたは今の今までジオに石にされてたんですよ。あん、そうなの？まあ、今こうしてピンピンしとるんだから気にするな。よし、すぐに調査再開じゃ、はーん。結構ホルト教授は軽いですね。はい。お前はな、アカデミーに戻って、ことの次第を報告しとくれ。はあ。よし、バースバレーの奥に出発じゃ。変なじいさんだね。でもまあ、一件落着ってところで。どうもすみません。ろくにお礼も言わず、あんな人ですので。気にしないでよ、ハーン。さて、一仕事終わって疲れたわ。今日はゆっくり休もう、ルディ。そうですね。うん。素直ですね。ん？僕はアカデミーに戻るよ。今までのことを報告しとかなきゃ。そうか、ハーンはここでお別れしちゃうのかな。うん、パイクは？俺か。俺はジオを倒しに行くさ。たとえ一人ででもな。かっこいいですね。そんな無茶な。無茶でもなんでも構うもんか。もう決めたんだ。仕事も一区切りついたし。本来ならハンターギルドのあるアイードの町に帰るところよね。うわあ。ん？どうした？何？悲鳴だ。どうなるんだ？おっと、バースバレーの入り口からね。なんか出てきましたね。こんな、教授は。行くよ、ルディ。はい。ボス戦ですね。イグラノーバ。これは、アカデミーの中にもね、出てきましたね、確か。そうですね。どうしましょうかね。トリニティブラスターでも撃ってみましょうかね。ケーキ漬けに。強い。あ、同じですね。あんまりね、舐めたことはしない方がいいかもしれませんので。どうしましょうかね。ムーンシェイド？で、ルディは、ソードクロスをね、この、イグラノーバに、やって、で、パイクはまあ普通に攻撃をして、ハーンはどうしましょうかね。ボルト。ちょっといろいろやってみましょう。とりあえず動きを止めまして、あ、弱い。めちゃめちゃ弱かった。45の56か。全然弱かったですね。ふう。今のはどう？ライラ。そうね。少しはマシになってきたわね。たたりじゃ。聖域を犯すからこんなことになるのじゃ。天狗の仕業ですかね。ふふ。たたりか。この奥一体何があるって言うんだろう。なんてこった。教授はまだ中だ。てん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 。あの、ライラさん。千目瀬田にしとくわよん。相変わらずですね。結婚資金が。結局ね、ハーンはまだ、パーティーにいますね。じゃあちょっとね、町の人の話を聞いて回りましょう。村の北にある橋が壊れてるんだよ。今、大急ぎで直してるから、もうすぐ渡れるようになるぜ。すいません、ちょっと舌が回りませんでした。いや、あんたたちが僕らを助けてくれたのか。ありがとうよ。いえいえ。
まあ、ついでといえばついでなんですけどね。ちなみに相談、ホルト教授はバースバレーの奥に行ったっきりだ。せっかく石化は解けたのに、教授はどこに。世話のかかるおっさんだね。あんたの先生もさ。ライラは口が悪いですね。調査隊なんかが来てバースバレーを荒らすからこんなことになるんだ。モタビアアカデミーの人間はもう帰ってくれ。まあ、帰りたいんですけれども、ちょっとね、いろいろ事情がありますね。北の端の向こうにでっかい隕石が落ちたのよ。ナルヤの村が近いはずだけど無事だったのかね。ナルヤの村、怪物は出る、ジオは来る、この村は呪われているのか。確かにね。ショップはちょっとね、後で寄りましょう。だいたいあのバースバレーってのわかんないんだよな。聖域っていうからあんまり近づかないようにしてたけど、時々うなるような音が奥からするんだぜ。さっきの化け物のうなり声とかですかね。ここはゼマ。はい。バースバレーってのが奥にあるけど、関わらん方がいいんじゃないかね。もう十分ね、関わっちゃいましたね。で、これはなんだ？これは一体何の像だろう？それを知りたいんですけど。まあいいでしょう。お、子供たち。ちょっと動かないで。ここら辺から。子供。よかった、よかったよ。これを聞くために苦労しちゃいましたね。ママもパパも元気でよかったわ。あれ、この子たちは地下に隠れてた子供たちかな。両親。ジオが手を振り上げた瞬間、目の前が真っ暗になったんだ。気がついたらあんたらがそこに立ってたというわけさ。あ、一瞬の出来事だったんですね。元通りになったのはいいけど、またジオが襲ってくるんじゃないかしら。この子たちだけは何としても守らないと。確かにね。本棚だ。難しい本がいっぱい。お、地下室があるな。地下室は何でしょう。あ、ここにね、子供たちが隠れてたんですね。そうでした。じゃあ、ここは OK でしょう。で、道具屋さんはやってます？買いたい。変わらないですね。ちなみに、武器屋さんとかはどうでしょう？やっぱりね、新しい町に来たら武器防具ですね。防具の店。カーボンスーツ。カーボンスーツの方が強いのかな？チタンとカーボン。カーボンの方が強そうですね。値段も高いですしね。買いたい。ブロードアックス。ん？ブロードアックス？ちょっと待ってくださいね。チタニウムアックス。やっぱりこっちの武器の方がね、強そうですね。ちょっとここら辺の装備の変更とかは実況外でね、やっておこうと思います。それでですね、今度はこの中に多分ね、入っていくんだと思うんですが、バースバレーの奥に行ったっきりと。そうですね。今度は、このね、バースバレーの、教授がね、石化してたところの奥ですね。そこに多分行くことになると思うんですけれども、今回はね、この辺で、終了したいと思います。はい、それではね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。
まあ、次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、権現でした。